国立呼吸博物院は中華民国の台北市にある博物館である。この博物館は中華民国の国立博物館のうちの一つであり、最大のものである。2011年5月現在の収蔵品は約68万点である。呼吸博物院は1924年に北洋軍閥の一人である、氷玉賞が不義を資金場から退去させ、 1925年10月10日に宮殿内で新長が持っていた美術品などを一般公開したのが始まりである。1925年当時の所蔵品、点検リポートによると所蔵品総数は117万件を超えており、博物院は古物館、図書館、文献館を設けて各種文物の整理をする一方で宮殿内に展示室を開設して、 多様な陳列を行っていた。その後、満州に駐留していた日本軍が、河北地方に軍を派遣してきたため、紹介席の国民政府は、博物院の所蔵品を、戦火から守るべく重要文物を南方へ疎開させ、1933年2月から5月までの、間に13,427箱と64箱に、及ぶ、所蔵品がまず上海に運ばれ、 その後1936年12月には南京市に国立北平呼吸博物院南京文院保存庫に移動させた。その後1937年に日本軍が南京に向けて進軍してきたために所蔵品は再び運び出されて80箱が、四川省の共江県に9331箱が、落山に約7287箱が、 ガビの計算箇所に避難させられた。第二次世界大戦後、運び出された所蔵品は、重慶を経て再び南京、北平に戻されたが、国境内戦が激化するにつれて、中華民国政府の形成が不利になったため、1948年の秋より、中華民国政府は、国立北平古吸博物院から第一級の所蔵品を生産し、 1> 第1陣として772箱の文物が、1949年1月には、第2陣として3502箱の文物が、同月に、第3陣として1251箱の文物が、台湾に運び出された。したがって、国立北平古旧博物院の所蔵品は、中華人民共和国北京市と、中華民国台北市の2箇所に分かれて展示されている。 これとは別に所蔵品の一部は国境内戦後の中華人民共和国建国後の混乱のため北京市に戻すことができず現在も南京博物院の管轄下で南京市に保管されている台湾に運ばれた中華の司法ははじめ台中県切り号北港の文物古房に保管された1957年3月には北港の陳列室で一般公開を始めた その後、中華民国政府は、北港の地が偏僻であり、国内外の参観者を集めにくいとして、1965年8月、台北の外総計に、台北新館を落成し、同年11月12日に、一般公開した。その後国を挙げて展示スペースの拡充と倉庫の建設、及び研究や出版、国際交流活動等ハードソフト両面に力を注ぎ、 その収蔵品の価値の高さも相まってルーブルエルミタージュと並び称される博物館となりこれが現在見られる台北市の国立呼吸博物院である北部院区入り口の門博物院前のコマイヌ台湾の国立呼吸博物院は台北市北部のシリンクにあり付近には高級住宅街が広がっているこの博物院には中華民国政府が台湾へと撤退する際に 国立北平古旧博物院から生鮮して運び出された美術品が主に展示されており、その数が合計6万件札。この博物院は1960年代から1970年代に中華人民共和国で起きた文化大革命における文化財の組織的派。そのために現在では早期の台湾独立を求める広島緑連盟勢力の一部から 台湾国独立と引き換えに、呼吸博物院の文物を資金上に返そうという主張が出ているが、実現の可能性は、ほとんどない。2009年10月に、中華人民共和国の北京呼吸博物院と初の、共同展、養成亭、清市、清掃文物大展を開催し、2016年9月には、台北国立呼吸博物院委員長退任直後の、ひょきら玉が、 中大一体化の演出を狙う中華人民共和国政府の将兵で北京呼吸博物院顧問に就任して中華民国で物議を醸した。2001年より大規模な耐震、改装工事が行われ館内の一部が閉鎖されていた。工事は2006年12月末に完了し2007年2月8日より全館が一般公開された。 2020年8月31日、台北市政府文化局により、文化資産に認定された。南部インク台湾南部のカ吉県、大野田津市にある、鋼鉄カ吉駅とカ吉県庁の隣に、国立呼吸博物院南部インクアジア、芸術文化博物館が2015年12月28日、開業。博物院の機能の分散化を図るとともに、アジア文化をテーマとしている。 不春三居図、約1347年から1350年、国宝百春図、1728年、国宝清新本生命城下と、1736年、国宝各種チケットの詳細については、公式ホームページ参照のこと。12月から2月、午前6時30分午後9時30分。ありがとうございます。